はい、よろしいです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていただきます。はい、今日なんですけど、タイトルにもある通り、こちら、はい、スケキンエリゴリなんですけど、今回こちらメガナイト、進化入れた、デッキを、ご紹介したいと思います。まあ、ヌギ選手が、このデッキで世界一取ったということで、まあ、自分も使ってみたんですけど、正直めちゃくちゃ強いです。はい。まあ、特にやっぱりこの普通の状態のメガナイトはそこまであれなんですけど、まあ、この進化メガナイト、まあ、これに、もうレイジかけてあげたらもうほとんど、相手の、ユニット解けます。はい。しかもタワーに向かって、相手に、ごめんなさい。この普通の攻撃が相手のタワーに向かうので、まあ、こんな感じで、もう気づいたらタワーが削れてるっていう、まあ、現象が起きてしまうので、もう本当にこのカードめちゃくちゃ壊れたと思います。はい。ではやっていきましょう。最後の相手なんですけど、はい。こちら世界65位のモンスターですね。はい。ではやっていきたいと思います。最初の方はこちらドリルですね。はい、今回、相手これドリルデッキなんですけど、もう基本的に、まあ、ドリル受けが、スケキン、もしくはメガナイト。まあ、この2枚が、あるので、まあ、相手としてもなかなか、そうですね、まあ、よっぽど、まあ、PS あって完璧な防衛しない限りは結構難しいマッチアップかなと思います。まあ、なんですけど、基本的にドリルは相性は、良くないので、まあ、この進化、進化メガナイトの、まあ、活躍すればなんとか、まあ、なるとは思ってたんですけど、まあ、この試合はちょっとはい、そこまでもう競らずに終わってしまったといった感じですね。はい、こんな感じで、もう初手、はい、もうメガナイト出すまでもなく終わってしまったので、はい、もうこれはもうラッキーでしたね。もう基本的にもうこういったドリルデッキ、もう相手がめちゃくちゃ上手かったら、もうなかなか通らずに終わってしまうんですけど、まあ今回、はい、基本的にはちょっと相手の防衛がそこまで良くなかったっていう結果が、まあこんな感じで現れたのかなと思います。まあ、こっちとしてもただただ両サイド形組むっていうのはもうもう以前の動画でも言ってるんですけど、まあただそれやってあげるだけで OK ですね。まあ、それで通るか通らないかは、もう本当に相手次第になります。はい、ちょっとこれはメガナイトの、良さが全くなかったんですけど、じゃあ次やっていきましょう。はい、次はこちら、ディガーバルーンですね。まあ、基本的に今回のこのデッキ、まあ、ウィザードがいなくなったということで、もうバルーンを止める手段が、もう、ボイドしかないです。まあ、なんですけど、もうボイドをこれ、防衛に使ってしまうと、相手のボムタワー、これ突破できないし、まあ、マスケット重視にも、もういいように延命されて、そこからカウンターが止まらないっていう感じが、まあ、あったので、もう、正直もうバルーンはもう最悪無視でいいですね。もう無視して、それで、まあなんとか無理やり1-1の展開にしてあげたら OK かなというのが、まあ勝ち方になります。はい、またこんな感じで、またゆっくり後ろから形組んであげて、まあ、今回ちょっとボムタワーが入ってるということで、まあ、しっかりとボムタワーにも打ってあげたいんですけど、これラッキーでしたね。正直これ、端前に、これボムタワーと、マスケット重視出してくれたおかげで、もうボイドを打たずにこれ突破することが、できたので、まあ、なんですけど、はい、相手もこれ高回転なので、これで終わったかなと思ったんですけど、はい、意外と守られちゃいましたね。まあなんですけど、まあかなりこれダメージ与えたので、まあ正直これは良かったのかなと思います。まあなんですけど、さっきも言った通りこれもうバルーン止める手段がもうほとんどないので、はい、こんな感じでもうアイゴルバルーン、もうこれ出されるだけでもう終わっちゃいます。まあウィザードがあったら、まあウィザードを出して、なんとか、まあタワーのダメージを抑えて、まあ防衛することができるんですけど、まあ今回これもうウィザード入ってないので、もう正直守れないんだったらもう守ってもしょうがないので、まあこんな感じでタワー捨ててあげたら OK かなと思います。基本的にもエリゴリはもうずっと言ってる通りもう攻めに呪文、ユニットを使ってあげた方が絶対に決まってるので、
はい、これでなんとか、無理やり 1-1 の展開にしたんですけど、はい、まあ、さっきも言った通り、もうこれ基本的にバルーン止まんないです。まあ、なんですけど、まあ、そこはもう本当にしっかり攻めて相手に出させない立ち回りをしてあげるのが一番いいのかなと思います。はい、もうここでやっとメガナイト出したんですけど、もう基本的にこういった高回転の相手に対してはあんまりメガナイトはもう正直これもう、はい、細かい系のマスケであったり、まあ、それで結構いいように守られてしまうんですけど、まあ、なんですけどもうとりあえずこっちのやることとしてはしっかりタワーを許容してそれでも攻めにエリクサー使ってあげる、まあ、ただそれだけになります。はい、これでも相手はタワーを折り切れずにもうここで試合終了といった感じですね。もうこのメガナイトがもうフルに残ってるので、はい、もうこれは相手止まらずに、終わったといった感じです。まあ、もうちょっとこの進化メガナイトを、活躍させる場面、まあ、多々あったと思うんですけど、もう基本的にそうですね、基本もうウィザードがない以上空に対しての攻め、まあ、それに対してはもう基本的にもう無視で OK ですね。はい、じゃあ最後やっていきましょう。はい、最後は60位の猛者ですね。はい、こちらもまあ、メガナイトバルーンなんですけど、まあ、これに関しても正直な話、もうバルーン出されたらもうどうしようもないので、はい、さっきも言ったんですけど、もう出されたらもう無視です。まあ、こういったまあ細かい系、まあ、ディガーコウモリとかそういった攻めに対してはもう全然これ守れてしまうんですけど、もうバルーンまで出されてしまうとさすがにもう守れないし、まあ、仮にボイド打ったとしても攻めが通らずにそこからカウンターされて終わってしまうっていうまあ現象が起きてしまうので、基本的にはもうもうバルーンは無視ですね。まあ、そこはもうまあ、ラバに対してもそうなんですけど、もう基本的にはもう無視です。もうそれさえちゃんと分かってやってあげたら OK ですね。はい、今回これ運が良かったのは相手これレベル14のカードが、2、3枚ぐらいあったんですよね。はい、そのおかげで結構これ楽に勝つことができたんですけど、まあ、しかもこれ相手ブラスターですし、はい、もうもう相性は正直なところめちゃくちゃいいです。まあ、ただこっちはもうバルーン止まんないだけで、まあ、ただそれもさっきも言ったんですけど、もう無視してしまえばもう正直もそこまで怖くはないです。はい、まあ、さっきも言ったんですけど、しっかりこれ両サイド攻めしてあげることが大事ですね。で、まあ、この進化メガナイトに対してなんですけど、もう正直これはもうなかなか突破すごい難しいので、まあ、このターンは正直あんまり期待せずに、はい、まあ、とりあえず形組んだんですけど、まあ、これはこれで OK ですね。はい、ここ相手、はい、キングにね、キング狙ってきたんですけど、もうここはしっかりボイドで防衛してあげて、で、まあ、最後これエリゴレでなんとかもうこの残りのタワーの HP 削りたかったので、まあ、最後これが、はい、通って試合終了といった感じになります。まあ、さすがに相手もこれブラスターなので、もうこれはもう正直なところ相性めちゃくちゃいいです。で、相性いいプラスこれ相手のカードのレベルがもうレベル14が、はい、2、3枚あったので、まあ、そのおかげで勝つことができたといった感じですね。まあ、これがプリンセスタワーであったり相手のカードがレベル15揃ってたら、もうおそらくこの試合は、はい、もうどう頑張っても、はい、負けてたのかなといった感じですね。まあ、なんですけど、まあ、この進化メガナイト、はい、もう基本的にもうこれ出してレイジ打ってあげるだけで OK です。まあ、それを意識してあげたらもうほとんどこれ守れます。もう相手もこれ、まあ、自分も使われたら正直嫌なんであれなんですけど、まあ、ただもう今回これ進化メガナイトもう無料でもらえるということで、もう本当に使い得かなといった感じになります。
まあ、ただ個人的にはやっぱりペッカの方が強いかなといった感じですね。まあ、なんですけど、まあ、メガナイトもメガナイトであのちゃんとあの、まあ、今だったら例えばの話、まあ、アチャクイロイホグとか、まあ、そういったデッキに対してはかなりあの勝てると思うので、もう、はい、まあ、麦選手がやっぱり世界一いったということで、まあ、このデッキは正直あの強いかなと思います。まあ、ただあの自分はまだまだこのデッキ全然あの触って間もないので、まあ、もうちょっと、まあ、使い込んで、それで、はい、あの、いろいろちょっと知っていかないといけない部分が、まあ、あると思うので、まあ、そこはちょっと、あの、また動画出していきたいなと思います。はい、今日の動画は以上ですね。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。